それではちょっと今回はね、座った状態で皆さんとトークをしていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当は対談をしようと思ってたんですが、はい、元気さんとか、まあ、クラリ先生がですね、あまり質問コーナーをしているイメージが自分はなくて、ちょっとでせっかくなので、ちょっとうちの視聴者とかにもなんか聞きたいことあるかなと思って募集をしてみたら、うんうん、多分6時間とかしかなかったんですけど、100件以上来てて、はい、なので対談を諦めて質問コーナーにします。そういうことで、はい、なのでよろしくお願いします、はい、お願いします。でたくさん実験をしてきましたが、うん、まずは質問の前に感想を聞けたらなと思うんですけど、はい、劇さんどうでした、これだけ3日間あの実験してきましたけど。うん、やっぱりやってみて、はい、まあ、予備実験って大切だなっていうのは思いましたね、はい、結構ね詰めてきたんですけど、まあ、あの教科書通りやれば簡単にできるかなと思ってて、はい、結局やんなかった、本番やろうと思った実験はことごとくうまくいかなかったですね、はい、なるほど、はい、結構大変でしたもんね。そう、あの皆さんに伝わってない部分いっぱいあるでしょうけど、そうなんですよ、この一本を完成させるためにテイク結構重ねたものもあったので、うん、そうですね、そうですね、うん、え、クラリ先生どうでした。いや、 やっぱり予備実験がすごい大事ですやっぱ実験はね、まあ、実験は予備実験は本当に大事なんですけれど、はい、まあ、でもそれ以上にやっぱりそのやっぱびっくりしたのが、はい、なんかあの自分が習った時の教科書のまんま教科書が教科書してたので、うん、あ、そろそろ、そろそろアップデートしてもいいんじゃないかなと言葉をマイルドにしてなるほどね、そうですね確かに裏で話した時よりだいぶ言葉がマイルドになってましたね、はい、ありがとうございます。では早速と質問をしていけたらと思うんですが、はい、まずですね、これ個人的にもすごいお聞きしたいなと思ったのがあって、好きなホニャララっての聞きます。好きなホニャララ、はい、まあ、好きな食べ物とかね聞くことありますけど、うん、いやそんなものじゃないです、はい、お二人に聞くので、まず好きな元素記号そして好きな薬品で、最後が、最後はこの独特で好きな毒、好きな毒これ自分もまあ YouTube 歴10年なのでいろいろやってきましたけど、はい、聞かれたことないですもん好きな毒とか好きな毒か、まあ、お二人特有だと思うんですが、まずじゃあ元気先生お願いしてもいいですか、はいはい、好きな元素記号、まあ、元素記号、薬品、毒、まあ、全部じゃなくてもどれかだけでもいいので、はい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 、何が好きだって言われたらやっぱり、はい、英雄金ですかね。ああ、まあ元気先生といえばもうこの金でねの動画がまあバズってます、まあ、いっぱいありますね。そうですね、はい、これからもちょっと金の実験いっぱいやっていきたいなと思って、この間金をいっぱい買ったんですけど、うん、はい、あのやっぱりね、金は普通の酸じゃ溶かせないっていうね、まあ、そうですね、はい、塩酸、硝酸、硫酸、いろいろ今日使いましたけどね、はいはい、それじゃ溶かせなくて、うん、ようやく王水にしてなんとか溶けるみたいなね、はい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 、この強さは好きですね。なるほど。斬新すぎる。先ほど出していただいたので、クラリスさんあります、好きな元素って。そうですね、自分も元素特にその思い入れあるかと言われると、はい、自分はあの有機化学の人間なので、はい、まあ、本当に炭素と窒素と水素の世界なんですけど、まあ、あえて、まあ、言われれば、そうですね、やっぱりヒ素ですかね。あ、毒。そう、まあ、はい、あのヒ素、まあ、いわゆるもう毒のもう有毒元素ですけど、このヒ素を、まあ、人間はこうどうにかするっていう、特に、まあ、さっきの、ね、元気先生の菌っていうのは、うん、このあのヒ素と一緒に出てくることが非常に多いので、あ、菌とヒ素と同時に出てくるんですか。そうですね、なので、まあ、その地下深くから、まあ、その熱水だったりとか、はい、あのそのあれですね、海底の、まあ、チムニーだったりとか、はいはいはい、まあ、そういうふうなところからその菌を取り出すときに結構問題になりがちな、まあ、ヒ素ですね、まあ、あとはそのヒ素っていうのがその歴史的にその人類が一番最初に使い出した毒、うん、毒として使い出した元素なので、殺素剤とかですね、ネズミを駆除するためにそのヒ素をアヒ酸にして、それをまあ毒餌酸にして、まあネズミを駆除してたとかいう、まあ、あと毒殺ですよね、はいはいはい、そういうふうに人間が一番最初に毒を毒としてその道具として使ったのが、はい、まあ、このヒ素が一番歴史的なところではあるので、じゃあ AS が好きな元素記号、ね、はい、なるほど。なんかやっぱその毒を、まあ、好きな毒聞かれたわけですけど、多分クラレ先生がターゲットだと思うんですよ、自分の中ではじゃあ好きな毒って聞かれてもヒ素ですか、それはまた別です。それはまた別ですね、はい、なんか好きな毒で聞かれたら、まあ、もうやはり何でしょうね、うん、僕はピレスロイド。ピレスロイド、はい、ピンときました今すごい分かったふうだった、まあ、要するに殺虫剤、殺虫剤ですよね。で殺虫剤の、
そのピレスロイドは虫に対してはものすごい猛毒性がありますけれど、はい、人間にとってはまあその除虫菊のピレスロイドはもうほとんどもう無毒に近い、はい、だからそれはその人間と、はい、まあ、その昆虫がその生理が違って、はい、それがそのもうちょっとの差ですね、アセチルコリンエステラードの形が微妙に違うっていうそれだけで、はいはい、うん、毒性がもう全然このように違うっていうのはその人間がそれを自然で発見し、はい、でそれをさらに科学のいわゆる科学者が突き詰めて、はい、いわゆるその昆虫とかに対しては、まあ、害虫に対しては毒性が強く、で人間哺乳類に関しては毒性が低いようにっていうふうにもうあの開発をしてきたのは歴史があるので、はい、まあ、そう考えるとやっぱりその、まあ、ピレスロイドというその物質ですよね、がまあちょっとその自分の中ではその毒が毒としてなんでその生き物によって差がつくっていうのが面白いですよね。ありがとうございます。先生、毒か薬品振りましょうか、どうします、いきますか。 毒は僕はあんまり詳しくないんでパスということで、薬品どうします、突然言っちゃったんですけど、薬品、あ、いきますか、薬品好き、あ、でも無理全然大水じゃないですかそうですね、金と大水すごいですね、金な薬品、そうですね、大水ですかね、はい、硝酸と塩酸ってことですかね、はいはい、次はですね、現実で今 YouTube 始めて何年目でしたっけ。僕は本格的に始めて、はい、3年ですかね。3年ぐらいだ。はい。カレー先生どれくらいですかね。僕もその自分のチャンネルを持って、はい、まあ、活動し始めたのが、はい、まあ、ようやく2年ぐらい。2年ぐらい。はい、まあ、これまでいろんな撮影とか実験されてきたと思うんですけど、はい、一番楽しかった、まあ、撮影実験と、まあ、一番つらかった、まあ、撮影実験っていうのが質問があったので、まあ、なんか印象に残ったものがあればお聞きできたらなと思うんですけど、うん、楽しかった、元気で大丈夫ですか。楽しかった実験、楽しかったとか、まあ、辛かった、まあ、印象に残ったでもいいと思うので。印象に残った、 いろいろやってますもんね、 YouTube 拝見してますけど。そうですね、もうほとんど記憶にないくらいのやつけどあれだよ、もうこっちから視聴者が結構記憶に残ってますけどねそうなんですかね、やべえことやってんなって思ってますけど。全然楽しく、なんか、はい、まあ、YouTube やってますけど、はい、結構テレビとかもずっとやっていて、そうですね、はい、まあ、辛かったのは、はい、あ、テレビで、テレビテルミット400キロやったやつですねそれは何が辛かったかちょっとお聞きしていいですか、もうちょっと、はい、まあ、あのテルミット反応っていって、はい、あの酸化鉄と、はい、あのアルミニウムの粉ですね、うん、で混ぜて火をつけるとすっごい熱が出て、はいはい、2000度3000度の熱が出て反応してドロドロに溶けた鉄が残るという実験があるんですけど、はい、まあ、あの鉄道のレールとかを、うん、あの溶接するときに、はい、山の中とかだと電気持ってるの大変なんで、はい、粉だけ持ってて火つければいいので今も使われてたりするんですけど、それを、まあ、ラボでほんの少しでこうやったんです、はい、でそれをなんかね大量にやってアニメを再現してほしいっていう、アニメの技を再現してほしいっていうやつがあって、これの5000倍のサイズでやったわけです、はいはい、そしたらまずなんか穴を掘るのが超大変で、すごい採石場に行ったんですけど、はい、カッチカチだったんですよ。1回目行ってこう全然歯が立たない、まあ、あれ重機とかで掘ってないんですか。そうなんです、手作業、重機で掘ってないんですよ、あれ。そうなんですよ。でシャベルで掘ったらシャベルボキって折れてダメで、はい、もうじゃあホームセンター行ってあのこれ何でしたっけ、ツルハシ、ツルハシ、ツルハシ買ってきてやったんですけど、はい、ほんの少ししか折れなくて、もうだから次の週にもう一回ちょっとホームセンターで買い出してきて、はい、あの削岩機、はいはいはい、ガン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 削岩機で掘って、はい、何時間だかな、もうなんか30度くらいの暑さの中、はい、もう 4,5 時間掘り続けてようやくできた穴に今度は酸化鉄と、はい、あのアルミニウムを入れて、クソ重いのを入れて混ぜて、はい、混ぜるのもちょっと大変だったんで、あの電動の電動プロペラ使ってましたね、でバーって混ぜてもう汗だくになってやったっていう、まあ、実験までのがめちゃくちゃ大変で、あれもめちゃめちゃ大成功してたやつですよね。そうです、そうです、すごかったですもんね、うん、でも火つけたら、まあ、アニメであった、まあ、イフリートっていうね、うん、はい、あの召喚獣がこうすごいトルネードを出して、うん、はい、炎を出すやつですけど、はいはい、あれがね大成功で、うん、大成功は良かったんですけどそれまでがね大変すぎて、しんどさが尋常じゃなかったんで、しんどかったですね。白衣もなんか何枚かダメになったのがありました、ね、あ、そうですね、あ、そうですね、酸化鉄、まあ、酸化第二鉄ベンガラって言って、あの、はい、口紅とかもね、うん、赤くなりますけど、はい、あれに使われてたりもするんですけど、はい、もうちょっとついただけでもう赤くなってもう取れないみたいな。あ、そうなんですね。そうです、サビなんで、あの鉄のサビなんで。なるほどなるほど。色素の間にね、あの繊維の間に入っちゃって取れない、もう取れない、洗っても取れないですよね。そうなんですよね、もう2着これダメにして、はい、
はい、もう使えなくなって白衣なくなったんでまた白衣買いました、ね、じゃあテレビ見た方はすごいってなってますけどその裏に辛すぎて死ぬほど元気先生がなんかちょいちょいメッセージを送ると辛い辛いやばいです、辛いです、熱いですとかあれはやばかったですねなかなか、はい、なんか弱音じゃない言わない元気先生がそこまで言うから相当だったんですよねあれはね大変ですねなるほどそれで最後イフリートなんで、はいカチューシャに角つけたのをつけられて、はい、つけられておーっていうところからやるっていう、はい、やったんですね何やってんだろうみたいな ねあれは今年の夏は一番つらかったですね、はい、辛かったです、ね、ありがとう印象に残ってますすごい倉田先生いかがですかそうですね自分は、まあ、実験自体はずっといろいろやってて、はいまあ、基本的にやっぱり火遊び好きなので、はいでその昔自分がやったのがそのハンディタイプの、はいまあ、いわゆる火炎放射器的なものを作ってそれに炎色液を、まあ、両方に入れて、はい、で片方が青色、はい、片方が真っ赤みたいな感じでこう二丁打ちをして、はい、こうブオーってやったのが楽しかったですね。いやなんか自分今こう火炎放射器を作ってっていうワード出てきたじゃないですか、うん、で本当はお二人ともこう仲良くさせてもらってそこそこ時が経ってるので、うん今自分がその火炎放射器を作ってっていうワードに驚かなかったことでびっくりしたんですよ多分これ普通で言ったらえってなるはずなんですけど、はいはいはい、慣れちゃってでもなんかあそうだクラス生作るよなとかって普通に受け止めちゃいましたけどかも赤と緑そうですね赤なんでもう一回やってないんですかいやなんか単純にその装置やっぱり、うん、あれなんですよねその腐食性の縁なのでそのやっぱタンク自体が腐っちゃうので使い捨てになっちゃう使い捨て、はい、使い捨てのやつを作ってやってそうですねで使い捨てでやって、はいでまあ、うまいこと言ったんですけど、うん、でも映像ないんですかってよく言われるんですけどないんですないんですねないのか自分が一人で遊んでただけなのでまた記録に取ってないっていう記録に取ってないあとは多分結構いろいろだからその炎の剣とかも、はい、結構炎の剣も多分話題になる前に相当もう十数数年前に、はいはいはい、自分は全然やっててでずっとそれで遊んでたんで遊んでた飽きてた、うん、でなんか、まあ、ネット見てあこれってみんなやってないんだみたいな意外とやられてないですねそうですねなんか意外となんか、うん、あみんなやってなかったんだみたいなのがあったんで、うん、まあなんか取り直そうかと思ったんですけどもうすでになんか熱が冷めてまあいいかみたいな感じでまあいいかみたいな感じでやってないですねあでも面白いですねその実験、うん、やっぱり今炎色反応の話あったんですけど一回なんか質問で多分保護者の方からだったかななんかお子さんが科学が好きでお家で炎色反応をちょっとやって楽しんでるそうなんですけどすごいなんかあんまりその動画とかで見るような鮮やかに変化が出なくてあ色がですかそうでもお母様アドバイスができなくてなんかこう原因とか思いつ当たるとかありますかって聞かれたやつがありますなんかあまあそれか多分、はい燃料用アルコールってエタノールが多い、はい、エタノールを 主原料としているものと、うん、メタノールを主原料としている2種類が、まあ、売られているんで、うん、まあまあ実際ももうちょっといろいろあるんですけど、うん、でそのメタノールが多いものを買ってきて、はいそれで炎色反応しないと、はいまあ、うまくいかないことが多いですね、はい、炎の場合ですけれど、うん、あなるほどだからその例えばアルコールランプ その炎の色を変えるっていう実験があって、うんはい、それにそのアルコールを使うんですけど最近 そのアルコールランプのアルコールってその炎がメタノールの炎って見えないんですね色が透明というかもうほぼ薄青なんで見えないので炎がついてるかどうかわからないから触っちゃって危ないみたいなのがあるのでエタノールとかまあそのイソプロピルアルコールとかそういうのが入ってて炎の色がオレンジ色に見えるようになっちゃってるんですねでそうするとそこに炎色例えばその酵素だったりとか酵酸とかを入れるとその酵素の色になってまあ緑色になるんですけれどそれやりたい時に。なんかそのオレンジ色の方が強く出ちゃって、うん、うまくいかないみたいな、ね、だからまあメタノールの主原料のやつで、はいその炎色反応入れるやつを、うんまあ、入れて、うん実験されると特にアルコールランプで実験すると、はいまあ、一番観察しやすくていいかなとあ、うん、分かりましたぜひ参考にしてみてください多分あれですよねメタノールだけでこう燃やしてまず色が出ないことを確認してから そこに混ぜていくと、うんまあ、黄色と混ざって変な色にならないということですね、 そうですねちゃんとした色が吐き出やすいと、うん、あ分かりましたありがとうございますちなみにお二人 YouTube の始める前から違うもんねテレビも活動されてましたし、うん、クレスも長いですもんねいろいろ。そうですね、まあ、僕はもう一度かというと作家ですもんね、うん、物書きの方でずっとちなみにこの、まあ、そのどこをスタートするかちょっと曖昧になるんですけど、はい、今の仕事とか活動を始めたきっかけって何かありましたか元気
先生スタートというか僕の今の仕事のスタートですね、まあ、スタートきっかけですかね、はいはい、いや僕はもうだからちっちゃい頃からですね、はいまあ、理科が好きで、はい、それであとあの教員になろうと思っていて、はい、あのやっぱ教えるのが好きで、はい、たくさんの方に理科をやっぱ一緒に好きになってもらいたいっていう気持ちがあったん で、うん、でその時になんか一回すごい頑張って授業を作ったとしても、はい、教師になったら一クラス40人くらい最大 そ、ねはいはい、それだとちょっと何ですかねあんまり少ないなっていうね、うん、頑張った1回の授業での与える効果、うん、じゃあそしたら次はなんかサイエンスショーとかサイエンスライブみたいな、うん、そうするとまあ数百人くらい、うん、でももっとなんかたくさんの方にせっかく作ったのを伝えられる方法ないかなっていうところで YouTube だとやっぱたくさんの方に一度に、ね、何万人っていう方に科学の面白さを伝えることができるし、はい、でテレビだとね1回オンエアしたら終わりですけど、はい、YouTube だとずっと残るじゃないですか、うん、なので今のこの YouTube っていうのはいいなと思って、うん、あとテレビずっとやってたんですけどテレビって結構あのディレクターがいて、はい、なんか僕が実験をいくつか20実験とか出しても、はい、ディレクターの方がいて、はい、まあその中から5実験とか10実験、まあ、絞るじゃないですか、はい、でさらに総合演出の方がいて、はい、そこから 1,2 個の実験に絞るじゃないですか、はい、僕的にはこうなんですかね科学的に面白いのはこっちなのにやっぱ派手な実験だけが選ばれる、ね、映えるやつだけ選ばれちゃうそうだったら全然科学の面白さ伝えられないじゃんっていうことで、うん、YouTube は自分がディレクターやプロデューサーになって、うんうん、あの表現できるのでこれは YouTube しかないなっていうことで YouTube でやろうと思って独立しましたね、うん、ちなみに、うん、学生時代からも理科ずっとお好きだったんですか、はい、そうですね小学校の時からとかそうですね僕はもうずっと生物が好きで、まあ、生き物が好きで、まあ、小さい頃はあのなんですかねあの蝶々取ったりとか、はいはい、カブトムシ取ったりとか、はいまあ、いろんな生き物をあの家で飼ってたりとかして生き物が好きで、でそれから理科が好きで、はいまあね、やっぱり理科といえば最初になんか植物とか動物とかの、ねうんうん、なんか話から入ったりするじゃないですかねでそこから、まあ、理科が好きでずっと理科勉強して、はいなんですかね、理科とかもなんか常に100点とか取ってる感じで理科だけはみたいなおすごい、うん、それであのそうですね理系に進もうと思ってっていう感じですかねでもずっと理科が好きっていう感じですかそうですね理科と数学算数ですかねそのなんかそこまたきっかけになっちゃうんですけど、はい、なんかあったんですかその小学校時代とかに、はい、何か例えば本に出会って、はい、すごい面白そうって思ったのかとか何かありました、うん、いやでも入り口としてもうずっと物心ついた時からもう気づいたらそうですね、まあ、でもそれはみんな多分人それぞれで、うん、なんか例えばサッカーやってる人とか、うんまあ、それこそなんかねゲームやってる人で、うんまあなんかね、スプラトゥーンだろうがポケモンデロだろうが、ねうん、ゼルダだろうがなんか、はい、なんでやってんのって言って特に理由ないと思うんです、うん、面白いからやってる、まあ、確かに確かに、うん、だから それと多分同じ温度ですよね確かに確かになんでって言われてもそれが好きだしっていう感じですかね、うんでまあ、だから生物好きだから DNA やりたくて、はい、DNA とかタンパク質やりたくて大学もその DNA とかタンパク質ができるところ で東京学芸大学の生物系に行きましたね、うんうん、じゃあクラレ先生いかがですか、ね、はい僕はもともと多分子どもの頃からなんか世の中 その仕組みとか、はい、あとはそのなんか裏技が好きでだからこうあのテレビゲーム的なビデオゲームにしても、はい、なんかこう裏技がこうあるとすごい嬉しくなってしまうタイプ でこの世の中もなんか例えば、まあ、何でもそのなんか裏技とか隠しテクニックとか、はい、そういうのがもう昔子供の頃から好きで、うんまあ、スパイ映画とかも大好きだったので、うん、もうなんかこう憧れてたんですよね、はいはいはい、でそういうなんかガジェットとかも大好きだったので例えばこうエレベーター乗る時も例えば開くボタンを押しながらと閉じるボタンを押しながら相手のなんか目的地を3回押すみたいなのをやるとなんかキャンセルできたりとかはいはい、はい、そういうのを常に探していた子供でしてでだからまあ そういうのの延長線上で科学っていう風なもので、はいまあ、物事を分析していけば、うん何事もまあ自分のなんかみんなが知らないことができるようになるなっていう、うんうんうん、っていうなんか裏技探しそう裏技探しですね裏技探しの結果がなんかその科学が好きになった理由じゃないかなっていう、うん、だからあれですねだからもう本当なんか学生時代とかもそのまあ僕は当時あの水草とか、はい、いやアクアリウムですよね、はい、アクアリウムの熱帯魚の水槽とかが好きだったんですけれど、はいまあ、そこでその育ってる水草が、うん、まあなんか知ってる水草しかいないのはつまんないなと思って、うん、でそのまずその自分でその痩せれ
いわゆるその生えている水草をその水槽に、はい、まあ、いわゆる循環させるっていうので、うん、まあ、慣らしてそのあの本来は水草として出回ってないものを作ったりとか、はい、であとはそれをなんか今度はそのカルスって言って、まあ、その細胞分いわゆる培養して、うん、でそこにまあなんかいろいろしてそこからたまに突然変異とか出るので、そこからなんか出てきたやつを新種みたいな形で新品種を作って、うん、新しいものそう新しいのを作ってでまあその自分の水槽の中にしかいない植物を作るみたいな、そんな遊びをしていたそんな遊びをしていましたねすごい面白い。でそこからこの作家活動にってどういう流れで入っていったんですか。そうですね、もともと僕がそのあの本をなんか作りたいってもともと僕はそのやっぱり物書きになりたいっていうのが子どもの頃からやっぱあって、うん、でその、まあ、科学者になりたいっていう気持ちは実はあんまりなかった。ああそうなんですね。科学は好きですし科学の勉強はしてるんですけど、うん、はい、まあ、決定的に科学者に向いてないだろうなっていうのは、うん、まあ、自分でなんとなく分かってて、うん、まあ、要するにそのなんか一つのことを突き詰めてもう徹底的にやっていくっていう能力なんですよあれは、うん、科学者の方っていうのはでその科学者はそれがあるかないかで、まあ、あの高みにいけるいけないっていうのが一つの、うん、まあ、僕は試金石ではないかなと思ってて、はい、で自分はないなと思って、うんうん、まあ、なんか偉大な先輩みたいなことじゃない、いや絶対無理だなっていうふうに見て思って、はい、まあ、なんか勝手に打ちひしられて負けてたので、はい、でもまあでもじゃあ自分ができるのは何だろうと思ったら、はい、まあ、そのいわゆるその自分の得た裏技知識を、はい、いわゆるいかにその自分が何で面白いかって思ったことを、まあ、他人にどうやって伝えようかっていう、うん、なんかそこはちょっと元気先生に近いっちゃ近いんですけれど、うん、まあ、ちょっとなんか横島な感じが若干ありますね、うん、そんなことはないけど、ただだから逆にそのなんかあれなんですよね、僕はそのなんか科学っていう風なものが面白いとかじゃなくて、うん、まあ、面白いのももちろんあるんですけれど、うん、それを知っておくことで避けられる不幸とか、うん、例えばその今ではね特にこの2年間偽科学の反ワクチンだったりとかそういうふうなものがもうバッコした、うん、やっぱ時代で、うん、多くのそのなんか怪しい科学ってね、うん、その反、はい、文明的なものとかが、うん、まあ、いわゆるもういるってことがみんな分かって、はい、それにやっぱりその足元を救われて財産を取られるっていうふうな危険性がやっぱみんな身に染みたと思うんですよね、うんうん、でやっぱそれをやっぱり自分からやっぱ守ってくれるのは、まあ、最終的にはやっぱ自分の知識であり、うん、なのでやっぱそこでやっぱりその最低限でもいいのでやっぱその知識をつければその分だけはやっぱり得をするし、うんうんうん、例えばそのなんかねその薬局でお薬を選ぶ時も成分を見てそしたらあこの成分はこれ入ってるからっていうふうに考えれば、うん、同じような薬ね成分を、うん、まあ、なんかあれやこれやなんか迷って買うより成分を見て、うん、決めることができるようになるし、うんうんうん、なんか知識がついたら知識がついた分だけお得に、そうですね、快適に、うん、損をしないで生きていくことができるっていうので、そうですね、なんかそこが自分のその科学のまあ原点で、まあ、損をしないという、うん、損をしない方なんですね、損をしない、得をするためじゃなくて損をしない方なんですね、そうですね、まあ、結局でもまあそれも損をしないようにするっていうのが損をしなかったというお得情報じゃん、あ、そういうことですね、裏技ですよね、だからでも自分のそのなんかその科学に対する感覚っていうのはその裏技感が多分メインでではないかなと思います。じゃあクラレ先生とお話しさせてもらうようになってからその世の中にはまあ表以外の裏も当然あるわけじゃないですか、はい、でクラレ先生私の感覚だとやっぱ裏をすごく知ってる方なんですよね裏世界って言ったらおかしいですけどだからいろんなお話を聞けば聞くほど知らなかったこととか、うん、知らなかった世界をすごく見せていただいたと思ってて、うん、でさっきその知ってることはまあ幸せまではいかないしれないですけど、うん、無知ってイコール、まあ、ニアリーイコールで不幸だと思ってるんですよね、うん、知らないことって不幸に近いと思ってて、うん、やっぱり知ることって大事なんだよなっていうのは、うん、いつもお話伺ってると思うんですよね、うん、で今倉井先生から偽科学ってワードがあったんですけど、うん、実はここでちょっとお一人ずつに質問があったので1個、はい、さっき倉井先生から質問してもらっていいですか、はい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 、これですね学校の先生なんです質問いただいたのが、はいはいはい、でまさしく偽科学ってワードが入ってて、はい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 、先生としてはその偽科学情報って世の中にあふれていて、うん、それを生徒に対しては注意をしてあげたい、はいはい、でまあ、それをどう話すかを悩んでると、うん、でなんで悩んでるかっていうとやっぱり
生徒さんの後ろには保護者の方がいて、はいはいはい、その偽科学情報と先生が思っていることを信じてらっしゃる、うん、だからここで否定しちゃうと、まあ、ここにちょっとね、うん、問題が起こるんでどう伝えるか迷ってるんですが、これはもうぶっちゃけて伝えちゃっていいのでしょうかっていう相談があるんですが、どう思われますか、先生。まあ、ぶっちゃけてしまう以外ないとは思うんですよね、うん、結局それをしないと先生が肯定していることになってしまうので、否定をしないと、そうですね、それがやっぱりその、まあ、一応ね、科学に理科の先生であれば、はい、まあ、それが、まあ、理科の先生であればやっぱりその、やっぱり、ね、科学の人間ではあると思うので、うんうん、やっぱりその否定という、まあ、否定というとあれなんですけれど、はい、あれですね、正しい知識をですね、やっぱりしたい、広めてあげてほしいっていうのはやっぱありますよね。で、よくその何でしょうね、その例えば食品添加物はまあがんになるとか、はい、危ないとかっていう話とか、まあね、ありますけれど、それはもう膨大な研究があって安全性試験をした後の話、をなんかそんな、なんか素人や浅く研究してる人がひっくり返せるようなものでは本来ないんですよね。もちろんそこから新たな危険性が出てくることもあるんですけれど、大半はほぼほぼそんなことはないんですよね。だから、食品添加物は有害論者と、無害論者と僕言われるんですけど、その無害論者で討論してくださいみたいなやつが、うん、なんかたまに依頼来るんですけど、僕はもう全部断ってます。なぜかというと、そもそも科学っていうものは、そういうふうにもう全部実験をして、で、その理論を確かめて、それが再現性があるかどうかを確かめた上で論文をまあ出して、その論文が全員みんなで見て、まあこれは妥当だよね、これは再現性があるよねっていうふうにして、まあ漠然と作っていく、まあ作っていく形で作っていくものじゃないですか。で、偽科学っていうのはそれがないんですね。だからあれなんですよ、例えばそのあれ、アメリカの、まあ、セチというその地球外生命体 の、まあ、その探索をしている、まあ、研究があるわけですよね、はい、それは NASA のもう、NASA とかそういうアメリカ の、 もうその超天才が、はい、もうそれ宇宙から来る電波やつを電波望遠鏡とかで見て、はい、その地球外に生命がいるかもしれないみたいなのを探しているところに、うん、私宇宙人ですみたいなやつが来たら話にならんじゃないですか。そうですね、確かに確かに、うん、でお化けがいるかっていう風なのをその次元とかエネルギーとかの研究をしているところに、うん、見えますよみたいなのが来ても相手にしないじゃないですか、うん、相手にしちゃいけないじゃないですか、はい、うん、でそれと同じであるってことですね、うん、そのレベルなんですよ。だからそのレベル感であるっていうことを、僕はどうやってその多くの人に伝えるかっていうのが、うん、まあ、その例えば反ワクチンにせよ、うん、ワクチンは無害有害かと言われると、そんなもう有害って言ってるやつの中に理論はもう全くもって支離滅裂な感情論なので、うん、科学ではないんですよね、うん、で科学ではないものと科学をそもそも比べること自体が、うん、もうもはや意味がないし、うん、難しいですよね。だからそれはあとお気持ちなんですよね、うんうん、で感情論で言うと気持ちのなんか聞こえのいい方が感情論では勝つんですね。だから何 なら討論すると負けるんです、耳障りがいいものって、そうですね、だから耳障りのいいものと耳障りの悪いもの、あとはキャッチーであるかキャッチーでないかですね。例えばその動画が2つあります、はい、こう食品添加物は安全っていう動画と、うん、これを食べるとがんになる食品添加物トップ5と書かれてたら、まあ後者の方がいいばっかり、ね、絶対後者見ますよね、うん、そういうことなんですよね、確かに。そこをなんかねもうちょっと広めていきたいなっていうのは僕の気持ちです。ありがとうございます。元気先生いいですか、はい、さっきあの学芸の話ありましたけど、はい、まあね、私も学芸で行くの先輩なんですけど、はいはい、今の学芸生から、あ、学芸生、そう、質問来てて、多分同じ学科だと思うんですけど、はいはいはい、この方ですね、将来元気先生のようなサイエンスアーティストになりたいと思っています。お、すごいですね、後輩が、はい、もう目標ですよ、サイエンスアーティスト、はいはいはい、で先生は大学時代にそのために何かされていたことはありますか、またどのようなことを今しておくといいと思いますかっていう、まあ、アドバイスをくださいっていう感じですかね。そうですね、未来のサイエンスアーティストすごいですね、が生まれるかどうかがこの回答に決まってるかもしれない責任重大だ。どうなんだろうな、いや僕が歩んできた道っていうのは、はい、やっぱサイエンスアーティスト、まあ、自分で名前つきましたけど、はい、まあ、いろんなものと組み合わせてやっていくみたいな感じなんですけど、やっぱ表に出て喋るっていう、はい、なんか分かりやすく伝えるっていうのが一番じゃないですか、はい、で僕がもうたまたま
あの小学6年生くらいから俳優役者を目指していて、はい、でいろんな声を出す練習とか、うん、歩き方とか表現の仕方全部習っていたのと、はい、学校大学であの理科を分かりやすく伝えるの混ざったんで、うん、だからこう伝えるっていうのもできていてやっているっていうのがあるんで、うんうん、はい、まあ今からなんだろうな、僕が今までやってきたのだと、はい、例えば演劇用に声の出し方とか、うんうんうん、伝え方みたいのもやってきましたし、うん、カメラ慣れがすごいですよね。まず一つはそうですよね、うん、カメラの前で喋る、うん、であとはでもね、やっぱ実践を積まなくちゃいけないと思うんですよね、まあ、場数は必要ですよね。何回もやって、うんうん、自分で見てっていうのを繰り返して、はい、こうした方が伝わるとか、こうなんか喋り方とかもこう変えてた方が、うん、自分が見た時もなんか明るく伝わりやすいとかいろいろ見ながらなんで、やっぱ発信をしていかなくちゃいけないと思うんですね、うんうんうん、なんで今からやっていくことは、自分の好きな分野があったらどうやったら伝えられるかを考えてまず作ってみる、まあ、動画はすぐ作れますからね、うんうんうん、はい、動画作ってみて練習してみるっていうところから始めないといけないかなと思いますね。最初から満点ではなくて、まあ、そうですね、誰でもできるわけではないので、はい、うんうん、先生に撮ったものってよく見ます？自分でご覧になります？自分でやっぱりあの動画、はい、あの編集の方からこう上がってきたら、はい、一つ一つもう間の一つ一つもチェックして、はい、で音楽も全部チェックして、はい、でこのこれはちょっとあの地味な場面なんでちょっと音楽でアップテンポにして見やすくしてくださいとか、ここちょっと伸びてるんでここ30秒削ってくださいとか全部出してやってるんで、やっぱできるだけ、まあ、客観的に見る視点を忘れずに、チェックするっていうのがポイントかなとは思いますよね。お客さんないしそれを見て勉強する人の気持ちになって元気先生は見てますよね、うん、そうですね、時間的によく見てらっしゃいますもんね、うん、先生今喋ってて、はい、自分が今こう喋ってるのがこういうふうに映ってるだろうなって全部想像できますよね、きっと。だから そうですね、だから2つの場面、自分で喋りながら見られているのを考えながら、はいね、はい、2つの脳を使いながらみたいな感じですよね。なんか自分学芸出た後に、はい、あの営業マンやってたんですけど、はい、営業でよくその現地でトークしてるやつを録音してこいって言われるんですよ。で帰り高速乗って車運転しながらそれ流す、当時テープだったんですけど、はいはいはい、流して自分がこう喋ったろうなって思うものと聞いたものってかなり間違うんですよね。まずは自分の声のトーンと喋るペースをイメージしたものがちゃんとできるようにコントロールするようになれって、よくそれでめちゃめちゃ練習をするんですけど、はいはいはい、自分その時にあの時めちゃめちゃ練習したんで、はい、今カメラの前でもきっと、うん、きっと今このぐらいのペースで喋れてるだろうなっていうのができるようになったんですよね、うん、でもそれって多分学校の先生の中でもやっぱりできてない方まだいらっしゃると思ってて、うんうん、で今学芸にねこの子いるんで、うん、サイエンスアーティストになるとしても、うん、まあ、多分子どもたちの前に立つとしても絶対必要な能力だと思うん で、はい、そうですね、今簡単に撮れますからね、スマホで録音なんで、録画もそうですけど、うん、なのでその辺はやっておくといいのかなとは思います ね、客観視と伝える力ですよね。そうですね、うん、そこは多分どの職業でもすごく大事になってくるのかなとは、はい、そうですね、だからサイエンスアーティストになるためにはやっぱ表に出て喋るっていうのが必要なので、はい、まあ、何回も練習して自分からこう喋っていくとね、うん、練習になると思うので、それをやっていただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、さあ次は今回一番多かった質問いきます、はあ、うん、法律、倫理、お金このこういったものの制限制約が全てなくなった時、うん、まあ、実験やろうと思った時に、はい、これをやったら倫理的にダメだろうってこともあるじゃないですか、うん、そういうのを全部、うん、あのなんだろう、こう条件をなくした時にどんな実験をしてみたいですか、または手に入れてみたい薬品とか生物などありますでしょうかという質問ですね。つまり何でもしていいよって言われたら何したいですかっていう